でもこれ結構長そうだな。大海原へ。船か、船イベントか。これね、待って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 。これ船もらえるイベントが、風のマントの力を借り、やっぱ風のマント使った方が良かったのか？ルプガの街にたどり着いた。モンスターのマナティが、あ、これね、知ってんですよ。船手に入れる前にね、ベイビルっていうモンスターがいるんですけど、ベイビルが3体出てくるんだよ、ルプガナに。あのね、すごいんだよ。船の前に、船を手に入れる前に、何の前触れもなしに、ベイビルって悪魔が3匹襲ってくるんですよ。これもしかして敵ビビル3体なんじゃないの？あ、まあ、なんか見えるもん。なんか見える、飛んどる。ごめんなさい、チーム継続。違う違う。あれ？俺記憶違いだったかな？あれ？デビルじゃなかったっけ？グレムリンだったっけ？グレムリンが3体になっと。ちょっと待って、グレムリン3体やねえか、それは。あれ、デビルじゃなかったっけ？原作。あれ？あ、でも待って、お前ら結構な HP してんな。モンマスレベルやぞ。グレムリン3体やばいな、てか。待って、これグレムリン3体じゃん。火の息やば。ちょっと待って、火の息やばい。これは人選ミスか？これは人選ミス説あるぞ。キスコとオーシャムはやばいぞ、火の息。ラリホーも怖いし、ラリホー怖え。ラリホー怖い、ラリホー怖い、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 怖い。待って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 。わー、ラリホーきつすぎ。これ早期決着の方がいいわ。まあ、向こうに勇気のオーブはないけど、向こうに勇気のオーブはないけど、早期決着を、普通に。ラリホーのお祭りだな、これ。まあ、デビルもそうだ、原作そうだったからな。さあ、ここで、ね、いけいけ。悪魔の口、ローガの演武だよ、そこは。そこはローガの演武じゃないとダメなんだよ。あんま効かない。あ、結構効いた方だった。結構これジレンマですよ。ラリホーも怖いし、普通に。ほら、キー！ラリホーも怖いし、火の息で食らうけど、どっちかといえばラリホーでグダグダ持ってかれて、結局持ってかれるのが一番嫌だから、もうそこが早期決着の方がいいよ。SP よくわかんねえし、こんな。こんな何使えばいいかわかんねえよ。でもって。何使うんってか、全員ラリホーとか。え？全員ラリホーってスイートプレスになんねえのかよ。あれ、全員ラリホーってスイートプレスになんないの？確か。あれ、スイートプレスになんない？なんで？ ちょっと待って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 。大丈夫、順調だ、順調だ、大丈夫だ。大丈夫。主人公のローガの M で持ってくから、大丈夫だ。船を手に入れるためにベビルを手に、ベビル3体を敵に回すんだよ。大変だったんですね、あの頃は。いけ、当てろ。よし、せーの、はい、よいしょ。よし、あとは頼む。あ、ウルドン。ここで芸人ウルドンです。いきます、芸人。 もうウルドン、ウルドン。はい、先ほど紹介しましたウルドンね、芸人でございます。 ここで芸人発動、ウルドン芸人でございます。 もう ここで芸人魂、ここでキースドラゴン芸人です。 芸人 B いきます、いけ。よっしゃ、芸人すぎる。 キスコはやっぱり芸人だ。邪神の像。あれ？そんなとこまで行くの？あれ？どこに行ってんの？ ちょっと待って、どこに行ってんの君たちは。ま、船手にヘレポ、そこに行くの？ いろいろあったやん。 おい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 、どこまで行くねん、勝手に。まあ、海底洞窟。もうそこまで行くの？ いろんな段階すっ飛ばしたな。 ちょっと、いろいろあるやん、その間に。 だいぶ行ったね。海底洞窟行くの？海底洞窟なのにマグマ吹いとる。したらね、最近解禁したモンスターマスターの出番ですよ。 まあ、コロコロ変えていきましょう。 全然2に関係ない。 さあ、敵が何が出てくる？ 3！ 待って！ HP3400！ ちょっと待って、HP3146？ 高ない？ちょっと君たちに。なんか知らねえモンスターいる。3100！ はあ、またすごいね、君たちの HP。これは、ああ、牛様寝るの？ 牛様寝ちゃうの、そこ。お前はラリフォーマーじゃないと寝ないんじゃなかったっけ？ 牛様？まあ、すごいね。これはルビスの守りとかで、ルビスの守りとかの方がいいのかな？でも、稲妻の剣があるから、あ、
稲妻の剣とかあるからメタルハンターは削り切れるかもしれない。さあ問題はこの凍える吹雪とかが、あっ、あっ、え、祈祷師、祈祷師、祈祷師か、君は祈祷師なんかちょっと強くなった版か祈祷師のちょっと強い版かお前さあメタルハンターくんがいますねまあ確かに DQ2 初登場だけどさ、君は、君は DQ2 初登場だけどさDQ2 初登場モンスターだね、確かに君は。キラーマシンともとも。このゲームではお前の方が強いんだもん、だって。キラーマシンって何だったんだっていうぐらいメタルハンター。お、ラッキー、それはラッキー、マスタードブスキャンの買い合ったわ。オッケーオッケー。イオナズン、おい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 。ギラとイオナズンって随分だな、お前。待って、随分だな、お前。ギラとイオナズンってお前。お前、祈祷師じゃねえか、じゃあ。お前やっぱ祈祷師か。祈祷師のなんか色違いか。なんかいたな、そういうの。メラミで賢く、オッケー。でもこれ削り金のきついな。 HP3100 でこいつライフを、まあ、パンデージリップで通行よりマシかな。キスコ寝るか。まあ1体なら、1体なら仕方ない。どうしよう、ルビスの森か稲妻の剣か迷ってんな今。ちょっと迷ってます。もしかしたら条件あるかもしんないけど、ルビスか稲妻の剣か2択なのよ個人的には。おお、よく当てたね牛沢、さすがカメラ目線久しぶりだなってか、牛沢。こうしてみるとなんかいつぞやの時にさ、頼れるモンスター牛沢って言ったよな俺ラリフォーするね、だいぶするね。まあ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 、28からよう寝るわ、よう聞くな28のくせに。頼むわキスコ。どうだろう、これ削り切り難しいかな。勇気が思った以上にたまらないのもあるし、どうだろう。ただ向こうのあの火力は痛恨が出やすいのが怖いんですよ、マミーとかメタルハンターは。それが怖い。慎重に行きたいけど、どうだろう。さあこのメラミホースデビルがね、やたら頑張ってくれますよ今回。おいしょ、いやー、稲妻の剣でいけるか。これ稲妻の剣の方がいいか。017、まあメタル系はいないから大丈夫だよね。メタル系はムムよく入れてないな。うわっ、きつっ、牛沢、んーにゃー、バカタレコの4ターン目か。稲妻ここは稲妻いきましょう。迷ったな、迷ったけど、まあここはねかましていこう。あ、やっぱ通るね、ここは通るな、だいぶ、稲妻の剣。さあ、あとは残り500なんで、このターンで削らないとちょっとまずい。怖いのはここで通行祭りやってタイヤリ断剣ですよ。怖いですね。タイヤリ断剣が合いそうなんで怖いんですけど、ちょっと待ってくださいよちょっと待ってくださいって、ちょっと待ってくれません。ちょっと待ってくれません。それはちょっと待って。これは、待って、嫌な予感が。あれ嫌な予感がしませんかね。あのさ、前回からそうなんだけど、秒速のさ、フラグ回収埋めてくんない？秒速なんだよ俺のフラグ回収最近。 0.3 秒だったんだよ動画で計算したら。動画で計測したらな、 0.25 とか 0.3 だったぞ。あ、キスコ頼む、キスコ、よっしゃ、危ねー、そこはキスコ偉い危なかった。ロンダルキアの洞窟、早いっちゅうの展開。ちょっと待って、え、あれもっといろいろあったでしょこれま、なんかもっといろいろあったと思うんだけどえ、早ロンダルキアの姿を現した精霊ルビスの守りを受けて、精霊ルビスの守りを受けて、これはルビスの守り使うフラグ。え、でも待って、ロンダルキアの洞窟ってさすが稲妻の剣落ちてんだよね。そうそう、ここでね、稲妻の剣が手に入るんだよな。したらまあ、悪魔の爪を。悪魔の爪、リターンズ。今回悪魔の爪めっちゃ使うことになりますが、お許しいただきたいところです。さあ、来ましたよ。さあ、恐ろしいモンスターとはどんなやつなのかがね、わかりませんですけど。なんだこれあれあれ俺の、あれ、待ってください。3213?
3213? どんどん上がってくなってきの HP。 でも大丈夫、アドガレムでね、それゾンビだと思うよそれはゾンビだと思うよ。何こいつ、何こいつあ、まさかあなた夜勤明けの、え、待ってこいつ夜勤明けのあいつじゃないか。お、夜勤組、夜勤組のアンデッドマンがついに、あいつ多分あれやに、夜勤組の次、夜勤の後の次の日に夜勤しておるタイプや、あれ。いや、職場であんのよ、やっぱね。そういう世の中ね、そういう職場もあるんですよ。夜勤の明けたその日に、だから、要はね、12時間後ぐらいに、OK、よかった。12時間ぐらいにまた夜勤で入る?そういうところ、お前多分そういう目してるもん。もう、昨日寝てないんです。でも今日も今日もないといけないんです。12時間後にまた夜勤が待ってる。あいつ疲れてんだ、休ませてあげようぜ。あ、火通るね。あ、でもここさ、多分ね、ロンダルキアの洞窟だからどうなる、ルビスの守りを受けてってことはルビスの守りなのか、それともやっぱり稲妻の剣か。さあ、ローガレムね、悪魔神官になったらもうでかいですよ。ナイス、せーの、はい、よいしょ、よし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 、いいぞいいぞ、それはマジででかい。そう、悪魔神官が悪魔だからね、それもちろん。これ稲妻の剣で普通に削り切れるね。オッケー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 、その会心で一気に持ってった。じゃあ写真のね、この刻印、もうなんやこいつ、絶対夜勤やわ、こいつ絶対夜勤焼きや、夜勤焼きの夜勤や夜勤3連勤みたいなやつやな。大変だよな夜勤ってな、お疲れやで。オッケー、ナイス、オッケー、いいよ、もう稲妻剣でフィ、もうゲーム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 、大丈夫大丈夫。いや、バーサーカーってさ、ちょっと待って。え、待って。バーサーカーってロンダルキの洞窟で出たっけ?俺、ロンダルキの洞窟だね、ここ。バーサーカーってそんなところで出たっけ?俺、覚えてねえけど、そんなところで出たっけ、君たち。なんか、ロンダルキの洞窟、キラーマシンとかギガンテスじゃなかったっけ、くんの。いや、ギガンテスじゃないけど、キラーマシン出たはずだよ。お前ら、そんなんだったっけ?もう、稲妻の剣使います。ロンダルキの洞窟で抜けといえば、稲妻の剣ですよ。ルビスの守りは多分、最後に出てきそう、何か。最後に使えそうな気がしますんでね。はい、OK! いやー、やっぱ悪魔多そうだな。